iOS 7の新しい機能で、ロックを解除してなくても、カメラ、懐中電灯、キッチンタイマー、電卓などのアプリを使うことができる。そう説明しました。その中でカメラ、撮影はできるけど、見ることができない。そう言いました。そしたら、あの四角いアイコンをクリックすればできるよ。そう言われました。あれできるのかな見ることもできるんだ。 ちょっとそう思って検証してみましたけど、できないですね。安心してください。あの、撮影すること、撮影することはできます。でも、見るにはロックを解除しないといけないです。この今の iPhone、スライドでロック解除で出てます。ここスライドすると、パスコード入力求められます。まあ、適当に入れて完了ってやると、まあ、パスコード違います。こう出ます。この状態でも、上から下にスワイプして、それカメラのボタンを押すと、カメラアプリが起動します。 それ、ここで、左下の四角いボタンを押せば、写真を見ることができると、そう言われたんですけど、ちょっと今やってみます。左下のボタンを押しました。そうしましたら、写真とビデオがありません。こう出ます。この iPhone、写真とビデオいっぱい入ってます。でも今、ロックを解除してないから、こう出るんですよね。もし、ロック解除してないと、見れないです。あなたの写真見れないです。この新しい iOS の機能によって、写真見れるんじゃないか。そう思われた人もいますけど、安心してください。見れないです。 セキュリティホールにはなってないですね。安心して iOS 7にアップデートしてみてください。